アルちゃん、親の預金の使い込みはバレるとトラブルの元だよ。あ、親のお金なのに。うん、紀州のじゃないのに。うん、相続のトラブルで預金の使い込みは本当に多いんだ。今日は預金の使い込みを紹介します。預金の使い込みってそもそもさ、うちのやつにやるよりマミちゃんにあげたいよ。うちお父ちゃんのお金を守らせてや。よし、この通帳をあげたる。暗証番号は愛してるの奥様だ。そもそもそれはアウト。預金の使い込みは両親の口座を代わりに管理する場合に起きること。認知症になったり施設に行くと口座を自由に使えなくなるでしょ。その場合大抵子供が管理することが多い。あー、そうか。つまり、おう、親の口座にええ金額入っとるな。ちょっとだけ使うてもバレへん手間賃やん。まあそれもトラブルだけど、ちゃんと使っててもトラブルに発展するんだ。例えば3人兄弟がいて親の貯金が5000万円あるとするね。5000万円から遺産相続の時に預金が2500万円になると、施設のために使ったって主張をしても本当に使ったかどうかわからないでしょ。その結果口座管理していた長男が怪しいってなってトラブルに発展するの。実際にトラブルの度合いによっては国税庁の取り調べを受けることだってあるんだよ。兄弟でもお金が絡むと絶対にトラブルになる。預金の管理って本当に気をつけないとダメなんだ。そうか、兄弟同士でもトラブルに巻き込まれる。疑われるってことは兄弟に疑われなきゃ解決だね。つまり日頃から兄弟同士仲良くやっていないことが問題ってことか。ということで今回の件は兄弟間でのトラブルが悪い、あざした。ダメ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 、この問題はまだ奥深いの。預金の使い込みはトラブルに発展する可能性が高くなります。トラブルを避けるために兄弟でお金がどのように使われたのか常に連絡を取って解決するようにしてください。思ったんだけど、例えば口座から一定のお金を下ろしてあとは遺産相続まで凍結しておいてくださいって対策じゃダメなの？物理的にはできるかもしれないけど NG だよ。金融機関が口座を凍結できるのはあくまで親御さんが亡くなった時、その前に凍結することはできないんだ。亡くならないと自由にお金を下ろせないんだ。それに一定の金額が大きければ相続したとみなされて税金もかかっておすすめできないよ。領収書とか取っていれば大丈夫そうだけど。確かに領収書を取っておくことで一応対策にはなるよ。それなら領収書をかき集めれば OK だね。それじゃダメなんだ。しっかりした方法で管理しないとダメなんだよ。領収書の管理方法まで決まってるの？使い込みってそれくらい徹底しないとダメなんだ。具体的にどんな対策を取ればいいの？親御さんの通帳からはるちゃんの通帳にお金を振り込む。その時振り込まれた金額と同等の領収書が証明できるようにしておくんだよ。超面倒。しっかりしておかないと親の預金を取り込まれたと勘違いをしてトラブルに発展するんだよ。トラブルを解決するのであれば領収書の保存だけでは不十分です。親の通帳に何に使われたかメモしておくことをおすすめします。親のために使うのに勝手に下ろすとトラブルに発展。もしこれで兄弟でもいたらもっと面倒なことになりそうだね。もちろん親御さんの意識があるときに兄弟ともしっかり話し合っていればこんなトラブルにならないよ。親が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告をしないといけないと聞いたけど、親のお金の使い込みの件で兄弟喧嘩になり話がまとまらなかったらどうすればいいの？相続税の申告は何があっても10ヶ月以内にひとまず申告しておくことをお勧めするよ。兄弟と話したくなくても？そうだよ。そうしないと本来少なくなるはずの相続税が少なくならない場合もあるんだ。そうなんだ。やっぱり税金って複雑だな。でも申告すれば価値確定なんだね。親に万が一のことがあったら光の速さで申告するよ。申告だけじゃ不十分なんだよ。そうなの？相続税の申告後3年以内に分割ができない場合は遺産が未分割であることを説明するための承認申告書をきっちり提出する必要があるんだ。そうなの？やむを得ない事情でなければ認められないんだよ。そんな面倒なシステムがあるんだ。忘れると大変なことになるからしっかりしておくんだよ。
相続税の申告は事情がどうあれ、10ヶ月以内に行いましょう。申告後3年以内に遺産分割ができない場合も注意が必要です。相続って大変なんだね。そうだよ。状況によって対応方法も変わるから、詳細は。もしかして税理士さんに相談するってこと？ストラーダ税理士法人に相談をすれば、専門のプロがアドバイスしてくれるよ。そうなんだ。あれ？ストラーダの人ってお兄ちゃんが多いね。私お兄ちゃんが2人いるから、お兄ちゃんを取り込む方法を聞いてみよう。はるちゃん、ストラーダ税理士法人は人間関係を教えるところじゃないよ。ストラ先輩にゆるーく相続について聞いてみたは、相続専門チャンネルです。相続についてわからない、相続についてもっと知りたい方は、高評価、いいね、コメント欄に質問をお願いします。また、ストラ先輩の公式 LINE もあります。LINE に登録をすると相続の最新情報やお得情報を取得できますよ。皆様からの質問をお待ちしております。チャンネル登録もよろしく。